人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトは等身伝になります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、タカラから発売されました対戦格闘ゲームなんですけどもね、まあこのね、今出てる8人を使って、全員倒して、うん、でボス戦やって確かクリアっていう形だったと思うんですけどもね、まあ一応今回はね、この主人公のエイジでいきましょう。多分主人公と思います。お、4のじいさんか。まあ本当にこのゲームね、オーソドックスな 2D 格闘の要素を 3D に落とし込んだっていう感じの作りですね。だからこういう感じで、バリバリに飛び道具もありますし、こういう感じで、2D 格闘に多い、こういう対空無敵型みたいなのもあったりしてね。基本的には剣の強弱と、この、キックの強弱ですね。この二つがないんで、基本的にはもう。で、あとは、手前奥にこう移動するっていう形の。こういうシンプルな、コマンドなんですけどもね、基本的に。で、一つ技もね、大体いわゆる 2D 格闘の元祖と言われるね、ストリートファイター2に近い形のものが一つ多いですね。と、このゲームすごい印象残ってるのはね、これ一応買ってたんですけど、元日発売ですよね。1995年1月1日に発売されたんですよ、このゲーム。なかなかないですよね、元日発売って。ただ、当時買ったんですけど、ただその、ゲームショップ自身がガンダムやったかどうかちょっと覚えてないんで、正確にガンズで買ったかどうか覚えてないんですけど、ちょっと動きがまあもっさりしてますけども、これはもう知りますね。まだこの頃はその 3D の武器格闘ゲームっていうのはなかったんでね、だいぶ試行錯誤な感じはありますけども、このソフィア懐かしいな。もうこのなんていうんですかね、バリバリの SM 女王様みたいなの格好のキャラ珍しいなっていう。ちょうどね、だから元日に出た分だけ正月にアホみたいにやって、多分ね、全員キャラでちゃんと来てくれしましたね。確かそれはすげえ覚えてます。ちゃんとクリアしたなーっていうね、全部キャラで。結構ね、最初の作品と2作目ぐらいはすごい人気あったんですけども、その後ちょっとね、いろいろこういう老舗のゲームメーカーがいろいろ武器格闘も出してきまして、そのせいかちょっとやはりどうしてもね、システムとかこのゲーム性とかそういったところでちょっと、押し負けて、その宝時代がね、ちょっと吸収合併された時にもうゲーム事業から撤退してしまったので、そこがちょっと残念でしたけどね。できたらこのゲームちょっとね、洗練したシステムで作ってほしいなと思うんですけどね、今のハードとかでも。もうちょっとポリゴンも、でも2になったら結構人気だったんですよね、このゲーム。1はこの感じですけども、よし。一応超必殺技もあるんですよ。この、今赤いゲージの時にね、コマンド入れたら出ますんでね。でも忘れたな、コマンドは。カイン。このカインっていうのはね、いわゆる、突然の剣ですね。だからもう、基本技一緒です。なんかあったんだよな、出し方。忘れちゃったな。あとその、このゲーム、サターン版も出るんですけども、サターン版がね、実はその、皆さんご存知かもしれませんけども、こう、あまり 3D 描写に慣れてないというか、得意じゃないんで、そのせいもあってね、ちょっと表現が違うんですよね、実は。エリス、このキャラ人気ありましたね、やっぱり。
だからさっき言ったサターンランドも問題点であれですけどもね、このキャラのシースルーがね、実はその、表現できなかったんですよね、サターン版では。だから全然違う感じだってます。やっぱりね、同じ32ビットの機械だ、機体というか、本体だったんですけども、そのあたりのね、やっぱり厳しい部分がありましたよね。まあだから逆に言うとその 2D 描写しか使えないようなゲームに関してはプレステ出なかったですからね、サターン版だけで。友達はやっぱジョキャラ好きでね、こういうキャラ、このキャラよく使ってましたね。これ絶対けど落ちるよな、下手したら。ちょっとね、やっぱ惜しいんですよね、いろいろね、これ、やっぱり。もうちょっと、やっぱり、動きが早かったら、よかったんですけど。ラングースね、懐かしいな。もう完全いわゆるパワータイプですよ。大地の怒りだったかな、確か。いて。シガソ大地の怒りなんだ。まあでもこのぐらいの感じでもやっぱりね、当時はそんなにこう 3D 格闘がなかったんで、やっぱり楽しみましたね、友達とは本当に。まあけどしょうがないですからね、まだちょっとプレイステーション自体が出てばっかりですからね、こう、ノウハウがまだ全然なかったってなりますよね。出た、レースです。ちょっと、ちょっとすごすぎるでしょ。あった、サザンクロスあった。勝って落ちた。ドローかよ。ショック。ただけどやっぱり、この、剣が長いんでね、飛び道具はないんですけど、年技が多いんで、結構強かったですね。こう、厳密にコンボを当ててどうとか、いわゆるまあ、バーチャファイターみたいなね、そういうテクニカルなゲームではなかったんでね。まあ、だから手軽にこう、3D 描くと楽しむっていう意味では、成功したゲームじゃないですかね。だからどうしてもこう、技もね、あんまりこう、ご利用して勝ってしまうっていうね、こういう感じで。今度、ああ、槍の、確かね、そうですね。最も銃日本的な感じですよね、このキャラ。そうなんですよね、ちょっとね、ちょっとね、やっぱりリーチがあるので厳しかったのと、近づかせないの技が多いんですよね、こういう感じで。強え、やっぱ強えよこれ。強いんだよ、こいつ。よし、やった。なんとか倒した。さあ、ボスかな。できたらね、勝利ポーズがね、単調なんでね、2種類欲しかったですね、できれば。そうか、ドキュラ体制もあったのか。でも、このゲーム、本当にプレイステーションの、発売された直後に発売予定のソフトの中にあったんでね、よく CM で見ましたよ、このゲーム。だからもう、結構発売やっぱ楽しみでしたね。こう、どうしてもプレイステーションの初期では、やっぱり 3D のこう描写っていうのがね、一番の売りだったので、それで格ゲーができるっていうのはすごい嬉しかったなって思ってます。あ、ガイア、いましたね、ボス。なんかすげえ黒い鎧みたいなやつ。やっぱりなぁ。あー、なんかこんな技使ってた。なんかカニみたいなと思ったんですよね、当時。つえへへへへ。つえわー。
やった勝ったー、なんとか。こっからやね、問題は。次だ、問題は。痛い。勝ったー、やったぞ、勝った、よかった。あ、こういうのあったんだな、知らんかった。いやー、なんとか倒しましたけども、やっぱすごい、めちゃくちゃシンプルなエンディングっすね。物語もクソも何にもねえわ。残念。まあ、このあたりはちょっとね、やはりまだまだこう、どちらかというとあんまり格闘ゲームにね、参入してなかったメーカーが作ってる格ゲーですから、その辺がちょっと厳しかったですよね。でも1万円でもいいか欲しかったな、エンディングというか、ストーリーがね、こういう感じで、このキャラはこういう感じでっていうのがね、ちょっとあったらよかったのになと思いますけど、まあこれはね、続編にもしかしたらあったかもしれないんでね、また、2の方もありますんでね、一応持ってますんで、またよかったらこちらのプレイしてね、動画にあげればなと思っております。いやー、しかしクリアできてよかった。そんなにコンティニューしなくてクリアできました。あ、そうそう、これが出るんですよね。スペシャルアタック。これが分かんなくて。困ったんだよな。こういうやつなんか。まあ、リュウコランみたいなもんですよ。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。等身伝、いかがだったでしょうか。まあ本当にね、3D 格闘ゲームが、この辺りからずっとね、増えていったかなって感じしますけどもね。まあしかしながら、ほんと懐かしかったですね。もうこういう機会なければやることなかったかもしれないんで、このゲーム自体を。とても楽しかったです。またね、プレイステーション1のソフトに関しましてもね、様々なソフトをプレイしながら、思い出を語ったり、率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、ちょっと恥ずかしいなって方は、グッドボタンを押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも含めてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。